いいか、敵はここから上陸してくる可能性が高い。よって交差射撃の配置はここ、ここ、そしてここだ。正直なところ、米軍の方が歩兵隊、空海軍からの援護など全てにおいて数の上では圧倒的に有利だ。だが我々にも大きな利点が一つある。それが何だか分かるか？米兵は意志が弱く、日本兵に劣るところであります。その通りだ、清水。それは何故だ？米国軍は規律がなく、自分の感情に負けてしまう腰抜けの集団だからであります。その通りだ。敵の衛星への制服だ。よく覚えとけ。こいつらを狙え。奴らは衛星兵を守るためなら多少の犠牲はいとわんのだ。いいな。はっ。